2学期は短期交換留学の季節。やってきましたフィンランド人。一人は色白のほっそりとした少年です。日本語は挨拶程度を片言でしか話せません。古典とか漢文とかもう無理ですから。その時間は図書館で自習です。憂いのある瞳で人気急上昇です。もう一人はキャロライン陽子。知ってますか、この昭和のタレントによく似た笑い声がのぶとい少女です。日本語歴5年ペラペラーラです。自己紹介で、私ね、日本語はペラペラーラなんよと体育館でマイク片手に熱弁を振るい、その声の凄さとグラマラスでデンジャラスでフィンデブリーな体育で北欧の繊細なイメージを見事に粉砕してくれました。交換留学生だって校則は守ってもらいます。彼は真面目で何の問題もありません。真面目すぎて話題がないくらい。彼女はすごいです。下校の際に校門を出るとすぐにスカートを託し上げます。本校はスカートの長さは膝の中央から膝下5センチメートルまでが適切な長さの範囲です。でも短くするのが今の流行。みんなスカートを腰のあたりで腹巻き状に巻き上げて短くします。彼女も精一杯巻き上げ、さらにサスペンダーで吊り上げて、また下5センチメートル。教育者としてあるまじき発言ですが、そんなのって猫に小判、ブスにピアスです。彼女には全くもって意味がありません。可愛い女子高生だけが許される行為であることを身をもって納得してもらいたいと思い、居残り廊下清掃です。先生、受け縁ってどこで覚えたのか呼ばれ、掃除が終わったら遅れて部活に参加します。ええ、バレー部です。君がボールでも私区別がつかないのだけど。急いで弁当を食べて準備をするのですが、何気なく弁当箱を覗くとご飯の隣におかずに混じっておはぎが入ってます。というよりおかずが卵焼きといりこの佃煮とおはぎって。ホームステイ先の〇〇さん、何を考えているのですか。私バツバツバツ、それおかずになるの。彼女おはぎ、煮豆と一緒よ、あれだって甘いし。私さっき売店でパン買ってたろ、食べすぎるといかんぞ。彼女大丈夫、これでもダイエット中なの。先生、それより携帯いつ返してくれるの。学校に携帯電話持ち込み禁止です。もう一般の生徒と一緒、ずっと生徒指導が続きます。彼女日本を来年の夏に去るのですが、どんな思い出を作るのでしょうか。